飯田祥二郎8月8日から1980年1月23日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。山口県出身、飯田俊介陸軍中将男爵の次男として生まれる。熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1908年5月陸軍士官学校を卒業、同年12月。 不評少尉に任官し不評第42連帯付となる。1915年12月、陸軍大学校を卒業した。臨時軍事調査委員、陸軍省軍務局会員、欧州市長、陸軍不評学校教官、不評第44連帯大隊長、不評学校教官、第4師団参謀、不評学校教官、この絵不評第4連隊長、 第四師団参謀長を経て、1937年3月、陸軍少将に進級。兵務局長、第一軍参謀長、台湾根成旅団長などを歴任し、1939年8月、陸軍中将に昇進。この絵師団長、第25軍司令官を経て、太平洋戦争初期には、第15軍司令官となり、ビルマ攻略を指揮した。また、 その前に、太陽国への平和新中という任務を成功させた。ビルマ攻略後、バーモウを釈放し、彼との協調を通じて、ビルマ独立への下地を築いた。防衛総司令部付、中部軍司令官を経て、1944年12月、予備役となるが、戦争末期に招集を受け、1945年7月、関東軍令下の第三0軍司令官となり、 ソ連軍と交戦、捕虜となる。終戦後5年間シベリア抑留となり、1950年4月に復員した。ありがとうございます。